当に模索中ですね、僕自身も。山川が見事に勝ちました。ブレイキンのチームです。飛び膝が入った。格闘技であって格闘技ではない、でも喧嘩でもない、まあ、格闘技に慣れてた感覚とはまた違うんで、今の若い子だったりそのリングに立ってる子っていうのは、このリングも勝ったね、残りたいがために何をするかっていうことをしっかり考えてたなと思って、僕と戦った2人は、僕の足りないのはそこだったんで、思ってリングに上がります。もともとはやっぱりその1分間って何も考えず突っ込んでやれるんで、まあ、俺のルールだなっていう風に思ってたんですね。もう3試合して感じたのはやっぱりその突っ込むだけじゃダメだったんですよ。結局もう川島さんと戦うまでは全く恐怖を感じなかったんですけど、あの一敗からやっぱり戦いってちょっと怖いなっていうのは正直感じました。76キログラム以下、ハチス・ケンタロウ VS ヒデトラ。3月31日は、広田さん、あなたをうなぎの海に沈めてやるよ。難しいですね。難しいと思います。あの時も言いましたけど、難しいと思います。まあ、俺が勝つよっていうことを、あの時に伝えたかっただけです。はい。実際もすごく前に出てきてくれるんで、勝ちか負けか分かりやすい形になると思います。まあ、全8試合ある中で一番熱い試合をしていきたいなと。今までやってきた格闘技とは違うと言ってましたけど、共通なのが一つだけやっぱりあって、勝つか負けるかしかないんで、それをしっかりと表現します。誰が見ても勝ち、誰が見ても負けと、もう分かるぐらい、もうはっきりとさせていくような殴り合いをしたいと思ってます。ただいまよりザナプレゼンツブレイキングダウン 7.5 第4試合、ウェルター級76キログラム契約キックルールスペシャルワンマッチを行います。青コーナー165センチ、 75.15 キログラム、剛毛剛健プロレスラー、ハチス・ケンタロー。胸毛に気を今一度輝いてくれ、ハチス・ケンタロー。赤コーナー177センチ、75.95 キログラム、インテリジェンスタイガー、ヒデトラ。意地と誇りを胸にヒデトラ。この試合の勝利者には、勝利者賞としてザナ様より7枚相当のザナメタバースの土地、さらに7枚相当のザナメタバースの基軸通貨であるゼータトークンを付与いたします。そして ASAP 様より世代エナジードリンク ASAP 7.5 ヶ月分を申請いたします。さあ始まりました。さあリクトさん、実力派対決、パワー対決ですよね。はい、この試合はもう瞬き厳禁ですよ。はい、さあ大沢様、どんなところ注目してますか。まあそうですね、やっぱりヒデトラ選手がいいパンチ打つんで、ヒデトラ入った、ヒデ入って、さあ足が止まっている、膝も使う、注意です。いやいや頭を掴むような格好になりました。ヒデトラが警告を与えられることになりました。前に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 右振る、足と足が揃っている、右いいパンチャーってますね。足が下がった、耐えられるか、ヒデトラが行く、すごい、なんとか足と当たっているだけでしょうか。王戦災、相当リクトさん右当たってますよね。ハチス選手打たれ強いですね。そうですね、足から崩れ落ちました。これはハチス立つことができない、ヒデトラノックアウト勝利。強い、見事なブレイキングダウンでした。
いや小澤さんいかがでした。いややっぱ秀虎選手綺麗なパンチ打ちますね。まっすぐやっぱり打つんで、はい、やっぱ綺麗に入りますね。ハングルさん、右のストレートが突き刺さるような瞬間が何度もありました。ありましたね。八戦仕留められてしまいましたね。まあでもあのやっぱ秀虎選手のやっぱねパンチ力のね、があったのかなっていう感じですね。宮里さんいかがでした。そうですね、あのプロレスラーの方なのでちょっと打たれ強さはあると思うんですけども、それを超えての、あの打撃なんかびっくりしました。いやリプトさん切れ味抜群でしたね。いやギデトラ選手もキレキレでしたねパンチが、ただ本当に八選手が打たれ強すぎてよく立ってます。はい、もう大丈夫かなって心配になりました。ノックアウト勝利、ギデトラの右拳光り輝きました。この試合勝利したギデトラ選手には勝利者賞としてザナ様より7万円相当のザナメタバースの土地、7万円相当のザナメタバースの基軸通貨であるゼータトークンを付与いたします。そしてエイサップ様より新世代エナジードリンクエイサップ 7.5 ヶ月分を出品いたします。ピーターズさん、先ほどの男の決戦ですけれども、ヒデトラ選手の右拳いかがでした。 So how was the Hidetora's right straight hook punch? Right punch? Yeah, he killed him with the punches, you know, he had no chance with the boxing.So the boxing was much longer, so yeah, knocked him out the first round. やっぱりあのパンチ力すごいなと思いました。やっぱりボクサーの方だなと思いました、はい、ということです。久保田さん、これぞブレイキングダウンというような戦いぶりでしたよね。そうですね。なんか日常ではもうないじゃないですか。こんな距離で、はい、肉体の破裂音が聞こえるという。いやすごいですね。改めてものすごい音が鳴り響いたという、この決戦でした。またヒデトラ選手はリクトさん43歳にして進化している感じありますね。いや素晴らしいですね本当に、それではマイク聞きましょう。八木さんありがとうございました。2連敗もしているのにこのリングに彼のおかげで上がれました。初めての初勝利、みんなに応援してもらって掴むことができました。最後に妻と子供にやったと伝えたいです。ありがとうございました。ありがとうございました。このブレイキングダウンでは勝利という結果を提示した秀虎選手でした。家族と共に掴んだ勝利ということになりました。